うっす。あのね、原神ね、原神前半クソもんね。性能とか低気ないし、星4も持ってるからさ、ディシア1人と武器1ぐらいでディシア向上だから、なんなら引かなくてもいいんだよな。だから俺今回俺が引くべきガチャディシアの武器ぐらいしかない、ガチで。あやちゃんギャンナーです、ちなみに。あんまり強くない。海染めで全自動検診できる。どういうこと？海染めつけて全自動検診できんの？完全放置できる、もしかして。海染めディシア完全なる全自動検診。すごい。え、ディシアってこれなんで回復してんの？え、なんかこれ本気出したら AFK 装置作れそうじゃない？それで？食いしばれよ。おお。おお。え、いいじゃん。手加減なしだぜ。お、あれちゃうの？お前は蒸発蒸発みたいな、ちゃうの？妖怪妖怪。ここであんたを潰す。え、これもしかして80？ゆかきとイエランが乗らない。え、キャンディスは？キャンディスは？キャンディス。乗らない。乗らないって何？合わない。乗らない。やめよ。もう。やめよって何？あ、引くかー、これ。赤砂の杖。出たらどうしよう。いやでもね、今回はね、良かった。俺あんまり引きたくないんだけど、星4に引きたいやつがまいなくて良かった。一旦ね、量的には確保しよう。なんか久しぶりにガチャ引いた気がする。俺前ガチャ引いたの何だったっけ？あ、イエランか。イエラン。イエランフータを。全く育てない、ちなみに。イエランとフータを育てずに、俺その間何したと思う？快晴。絶縁と快晴。漂浮。あの、彩香の育つめてた、もう俺は。生物をさ、うわぁうわぁ行くなぁ。あ、まだあった。まだあった。マジでお金入れたくない、今回。今回マジでお金入れたくない。俺1万円しか出さねえ、もう。今回は。いや、マジで釣り抜けないで、お願い。本当に釣り抜けないで、もう。マジでやめてね。あ、これ？あ、これか。あ、これだ。よかった。よかった。よかった。終わり。じゃあ、ガチャ。もうよくね？だからいつか出るやん、ティシア。もうよくね、引かなくても。え、俺、コレイ貫突だよね。いやね、コレイはね、出ない。いや、まだ一回引けるわ。やるなぁ。いや、やるなぁ。さすがにでもディシアちょっと欲しいわ。普通にね、あのコレクションとして一旦これ2万4000円とか、あの石割りもあるんだね。え、魔人任務報酬で2周連分もらえるぞ。ガイド？何ガイドって？え、何これ？今回のアップデート追加されました。え、クソうまくね？え、めちゃめちゃ美味しくね？まずい、俺止まってる。やばい、に、バージョン2で止まってる。あれ？ちょっと待って、なんか鼻がムズムズしてきた。ちょっと待って。ガチャアレルギーかも。俺ガチャやめようかな。鼻めっちゃ痒くなってきた。怖い。ちょ、光らなすぎじゃない？一番いらん、ベネットが、マジで。ほんまたらもうマジで花粉初期戦で頼む。ディシア、俺と花粉燃やしてくれ、頼む。俺の花粉燃やしてくれ、俺の花粉燃やしてくれ。おほほ。運よ。なんで今回運いいの？マジでだるいんだけど。今回運いいのなんだよ。なんかそういや、マンツ先生がさ、マジで腹立つ話していい？ちょっとマンツ先生が来たディスコードの DM をお見せします。イエランさ、引くの我慢したんだよね俺。イエラン貫突えぐいです。一緒に原神を壊しましょう。ではこの顔になったもん、マジで。こ、会話ここで終わって、急にこれ来て、もうここで会話終わってます。スチームのギフト。
相手のファーストネーム終わりの挨拶では、強風にさまよう勇士。いやまあこの店あんま出ないんだよな。いいんじゃないこれ、これいいんじゃない、これ、コールゲンスダメージ、会心ダメージパーセント。え、この店結構出るかもえ、この店なんかキャンペーン中なんか出るようになってない？率来たらガチで熱くないこれコテチコテチ、たまでマジで叫んな。俺はね、ここで会心率引こうとこなんだよね。なんでわかる？今配信してるから。配信してるとビッツがマジで出る。うわぁマジで出た、うれぇ。俺ね、一杯は許せる、マジで。なんなら2杯でもまだ穏やかな気持ちで、一杯したら、まあ、一回ぐらいは負けるやろ。2敗したら、いやまああの、所詮生物ってエンドコンテンツで、あのサブステータスじゃなくてミニステータスが大事だからって言って、2敗までやって3回負けたらガチでやめる。つまりどういうことかわかる ?3 敗目は絶対に許さないってことなんだよ。うわあのさあ、あのさあ、うわ、もうマジで泣いた、もう。なんか、マジで泣いた。でも、原神ってメインステータスだから。マジで。ちょっと待って、ここで回す必要だ。ここまだ来てない。まだ、まだ俺の改正は終わってないだろ。でも、もしさ、皆さん、原神、今回で3周年を迎えることが、できました。皆さん、原神を3年間ご愛顧いただき、ありがとうございました。本日から原神は原神 2.0 になります。率とダメはゴミみたいになって、攻撃力の実数値が最高だった。ねえかな、ねえかなったら暴動起こそう、みんなで110個。ちょっと待って、結構溜まってきた。強風を漂う勇士、結構溜まってきたね。ちょっと可能性を潰す段階いくか。会心ダメ、ゲンチャ。これまず4まで上げます。ふむふむ。あやかは率よりもダメ。かぁ！で、まあ別に率がいらないというわけではないんですよ。でも。ゲンチャでもいいよね。俺全然ゲンチャでも嬉しいけど、やっぱ会心ダメージくんのが一番気持ちいい。会心ダメージくんのが一番気持ちいいんだよねー。いらんこと言ったー、マジで。保険かけすぎたー、マジで。外れても悔しくないようにゲンチャ求めたらゲンチャ出たー。はっ、しゃーしゃー。ダメ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 、ここで最後ダメージが来て完成するわけ。もういいんじゃない抜きすぎてはダメよ。さっきの率から言って、あんまり率引きたくないな、もう。ふむふむ。な、俺に嫌がらせしようとしてない？こいつ明らかに。このパチンコ屋、会心率のイベントやってるよ、今多分。会心マンタ先生になってる、今。率マンタ先生だよ、これ多分。いっぱいいっぱい。言うていっぱい。言うてまだいっぱい。でも、実数値以外のパーセントとか伸びても、防御パワーのやつに渡せばめっちゃ強い。もういらんこと言うなって、もう。もういらんこと言うなよ、お前、マジで。もうなんか言ったことがそのまま出んのやめろよ、さっきから。まあまあ、つかみちゃうんだよ。うざ。うざ。もう防御伸ばしとけよ、もう。そこまで行ったら。いや、このね、ツートップ、こっからの日本代表は。こっからの日本代表はね、攻撃力とね、会心のね、ツートップ。で、まず、ここでダメ引きます。当たり前のようにダメを引く。とも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。死ねよマジで。やっぱ、ね、ダメージなんよ。いやでもここまでの流れ的にあれだね、ゲンチャでもいいよね、これマジで。うちのマジ来てほしい。あの率か、率か茶で。
どっちでもいい。チャンスは一瞬なの。リツかチャで。チャー。え、今日リツの日やん。これ。で、ここ引きたいよね。攻撃力ダメージ。クソもんねえゲームマジで。言うてワンミス。なんで、もうリツはいいんだって。あんたらが得意なんだよリツは。でも別になくていいんだよそんなに。でも別にいいリツで、使いようはいくらでもある。羽だの鼻だの、なんでもいいよ。これはね、置いとこう。もうこれは倉庫にしまっとくんで、みんな彼の存在を忘れないでください。彼の存在をいつか思い出してあげてください。終わってね、全部一方ギャラか。これやばくない？防御ついて防御ついて防御ついた。これ俺一回しか強化できなかったのかと思ったもん俺最初。え、ここまで来たら16気になるわ。死ねえよマジで。クソもんね。ここのメイン何？ここのメイン攻撃パー？リツマンタデイ、リツマンタデイ、今日はリツマンタデイ。おお、やっと来たか。これやっと来たんじゃないの。許容できる男、いっぱいを、いっぱいを許容できる男になれ。お前ら、いっぱいを許せる男になれ。慌てるな、死ね。え、まあ一旦キープ。そんなにこだわるな。うっすー望み。うっすいのー、これ望みが。まあ見たるか。なんでもない、忘れてくれ。俺のセコールのことは、俺のことは忘れてくれ。冒険も商売もチャンスは一瞬なの。持ってるやん、あるやん、あるやん、あるやん。え、あるやん、あるやん、あるやん。えははは、こっちゃおう。あ、リツかよ。もうリツか。ここまで、ちょっと待って、これ、ディッシュは置いといて。メインの、サブのディッシュからいく。さあ、いきますか。え、攻撃の実数値ってさ、どんなもん？クソだよ。じゃあもう鈍いつだな、マジで。まずは一勝。まずは一勝。まずは二勝。おお。もう最悪や。このさ、俺攻撃力できて、うわーって言いかけたのに、おわお。今の、うわお。当たったと思ったもん最初。いやでも2敗許す男だからね、俺は。でももう本当に負けないでほしい。え、今日リツマンタデイじゃない？マジで。これな、リツ引いた方が幅広いわ。攻撃力も多いし。え、もうマジでここで HP 実数値来たらないの、ほんとに。はぁ、うわぁ。すげぇ。今日リツマンタ先生じゃん、これマジで。あっつー、これ。リツ 15.9。え、久しぶりにいい生物出た。いや、これ微妙じゃね？一番しょうもないんだから、こういうのは。一番しょうもない。この家族からよくこれ生まれたな、マジで。この家族からよくこれ出たね、これが。一旦離れて、あ、やばい、もう、素材が。いや、もうあげたくねー。いや、でもね、ある。あー、間違えたー。最悪や。あー、エキスがー。ガチでゴミなんだけど。 HP10% アップ。
しかもめっちゃ率乗ったガチで最悪。もうマジで泣いた今の。マジで泣いた。どうしようクソ泣いたマジで。やばい。